はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの最近卒業アルバムを見まして、はい、卒業式のことを思い出したんですけども、あの中学生の時なんかみんなと離れ離れになるの悲しかったよな。あ、まあ確かに悲しいね。あの僕なんかね、毎週サザエさんのエンディング来るために悲しくなる。やったけどさ、学校行かないなよってな。違うやん、じゃんけんポンってやって負けたら最悪で一週間。いや卒業式と悲しみのレベルがちゃうやん。悲しいね。卒業式思い出してよ、みんなに出迎えられてさ、歌歌ったり、あと卒業証書もらったりしてん。思い出した。あ、思い出した。学校で思い出したわ。これで思い出した。アメリカ人ペーな。何を思い出した、やっぱりな。この学校のどこにアメリカ人の要素があんねん。しかしなきゃね、もうね、ペーペー言うてね。せくないよ。どっちかというとベトナム人みたいな顔しちゃってんの。おいお前、誰がトム・クルーズなの。言うてないよ。チャッ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 船ー、ミッションインポッシブル関係ないやんな。今卒業式の話、卒業証書をもらうときにミッションインポッシブルみたいにこうやって取る学校があるんかな。でもそんなことしとったら時間かかってしゃあないやんか。そしてロープ持っとる人みんなの分するから最後ね、船パンパンになりますけど。終わった。いや聞けよ俺の話。いや聞いとった聞いとった。聞いてないやん。ロシアのパンの話。そんな話してないやん。卒業式の話やん。俺ウサギ年やから、全然そんなほっとかれると死んじゃうかもしれないですけど。それからどんどこしょー。何やねんそれ。何をやりたいんですか。どんどこしょーってどういうことや。なんで静かにせなあかんねん。あのインターネットショーでしょ。おるか。そこはネットカフェか。違うと思うよ。違うよ、例え話だから。そっとほんまに思ったわけない。じゃなくて、ね、今卒業式の話、グラデュエーションの話しとんねんけど、ほらあったやんか、友達との別れとか。あった、あったやん。あっという間の3年間だったな。おい、トシコ、お前まさか泣いてるんじゃないだろう。笑ってんの。なんで笑っとんの。演技下手なんだもん。じゃなくてみんなで写真撮ろうって話。あ、オッケー、じゃあトシコ撮ってあげる。じゃあ後ろ立ってな、マジ座ったら。はい、みんな笑ってよ、行くよ。はい、ポーズ、バサン。メイクか、お前。撮った、撮った。古すぎだろ。大掛かりやね、写真が。普通のやつ撮ってて、撮りで撮って。行くよ、じっじっじっじ。使い捨ても古いって。あれ、じっ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 。いや終わっとるやん。壊れてるからいらないの。壊れとんじゃないねん。いらないもん。壊れとんじゃないねん。何ちゃんと現像し、思い出があるやろ。ごめんね、ごめん。じゃなくてよ、このデジカメ撮ってくれ。あんじゃんこれが。いくよ、ピーター。いきまーす。はい、笑って。はい、ポーズ。パシャ。ありがとう。ちゃんと撮れた。ちょっと待って、確認するね。綺麗に撮れてる。お前でどんどんどん。年ことは。なんでお前が。なんでおい、ちょっと待てや。いや、違うやん。嫌う。俺のやね、嫌う。どんだけ飛ばしそうねん。違う。ちょっとやめて。セクハラでしょ、今。ちょっとやめて、セクハラ。弁償さすぞ。いやだ、やめて、セクハラですよ、やめて。セクハラは犯罪なんだからね、捕まっちゃ、ちょっとやめて。すいません、誰かこの中にお医者さんいませんか。警察やろ、呼ぶんやった。名医者さんが。なんで名言ってやる。名全然悪くないですけど。ちょっと待って、静かにして。何静かにしてなあかんの。空飛ぼうとしてる人もいる。おるか、もうええわ。どうも、ありがとうございました。